ありがとうございます。なきは見てくださりありがとうございました。リンカとのねコラボ配信してました。あ、ギフトも残ってるね。あ、本当ですか、見えてる。あ、よかった。ギフトもコメントもたくさんありがとうございました。こんばんは。マーキーの続きになっちゃった。戻ってきた。1時間経ってないからね。あ、そっか。1時間経ってなかったら続きになっちゃうのね。そういうこと。ありがとうございます。コラボ配信楽しかった。楽しかったですね。あんまり私コラボ配信するしたことなかったの。なんかね、多分したことなかったので、そう、久しぶりにできてよかったです。多分2回目くらいコラボ配信。1回目はねカレンちゃんとねやったんですけど。やっほーやっほー、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ここカレンぶり。あ、そうだね、ここカレンぶりですね。もうねカレンちゃんとも全然やってないからね、やりたいですね。コラボ配信楽しかった。やりたいな今度も。遅れてごめんなさい、大丈夫です。ありがとうございます、来てくれて。今カレンレン配信してるよ。ああ、してた、さっき見ました。そうね、ね、したいね。前もね LINE でねコラボ配信しようって約束したんだけど、まだねできてないですね。スクショタイムの画面越しパンチうまかった。ありがとうございます、嬉しい。これねちょっと今度またコラボ配信する人いたらやりたいですね。ならではって感じです。今カレンちゃんとコラボしてみたら、カレンちゃんしてくれるかな、どうだろうね。 LINE できない、見れるかな、ちょっとカレンちゃんのコメントとかで言ってみてください。でもね話、多分なんか話してる気がするからわかんないけど。タイミングがねあったらいいですね。あ、カラオケとかしたいな。どこやったかな、カラオケ配信しよっかな、後でイヤホンもあるし。なんか歌おう後で、ね、夏にもなるのでね、夏祭りとか行きたいですね。カレンちゃんの配信にコメントしてきた。あ、ありがとうございます。どうだろう、どんな反応するかにありますね。ちょっと嫌だって言われたらちょっとあれなんですけど。もう話すことない。コンサートの予告。あ、コンサート、コンサートはね、まあでもいろんな話したいことはあるんですけど、ネタバレしちゃいそうなのでね、私。口がねちょっと固くならないと。そうですね、でもねコンサートね、まあ本当に楽しいセトリになってて、なんか見てるこっち側も楽しめるような、なんて言うんだろう、そうなんかね、客、お客さんに近い距離で多分できることもあると思うので、そう、まあまだ言えないけど。皆さんとね近くでできますね。そう。近い距離、まあ秘密ですけど。ココハちゃんはけん玉得意？けん玉？けん玉ね、あんまり得くないですね。それ以上は危ない。あ、ダメだ、言っちゃう言っちゃう。
待高まる高まる。確かに皆さんぜひね見てくださいね。当選もあの当選発表もねもうありましたので、ね、もし見れないよって方もいたらあれ DMM じゃない配信をね配信があると思うのでそれをそちらで見てくださいの乗ってめっちゃ嬉しそうにしてたね、けん玉。あ、昨日ね、あのそうです、あのそう、昨日あのロビーで配信をしてて、そのちょっとちょびっとだけお邪魔したんですけど、その時にね、けん玉しましたえ、カレンレンいいらしいよ。え、本当ですか。え、じゃあこれどうやってコラボにするんだっけ。え、いいんですか、カレンちゃん。ありがとう、嬉しい。じゃあカレンちゃんがえ、どうしようかな、どうせもいいんだっけ。じゃあリクエスト、あ、でも受信一回切った方がいいのかな、どうしようかな、どうすんだっけ一旦受信リクエスト一旦終了しないとかな。え、じゃあ一旦一度、そうだね、どっちかが切らないといけない気がする。え、カレンちゃん、あ、じゃあ私が切った方がいいですよね。ってことはカレンちゃんが招待してもらえるかなちょっと一回切ってみますね。え、これランキングとかなくなっちゃうのかな。あ、なくならないかなちょっとね慣れてなくてごめんなさい。そうですね、一旦切ってもランキングなくならないですよね多分。うん、なくなってなかったもん今さっきも。じゃあいきます、すいません、一旦ねあれ切ります、すいません、後で来ますね。明日すみません、カラオケ配信したいな。カレンレンコラボの仕方わからないみたいなんかだよね、私もわかんなかった。今度ね、あのちゃんと打ち合わせをしてからね、あのやりたいと思います、ごめんなさいちょっとね難しかったえ、じゃあカラオケしようかな。え、髪型どうやって決めたの。髪型はね、はじめね、あのリンカとツインテールをね二人でしようって言ってやろうかしたんですけど、そうリンカね髪短くてね、あ、できなくなっちゃったって言われたので、そうハーフツインにしてみたんですけどそうリンカもしてたの今さっき。じゃあカラオケしよっかな。いや、何歌おっかな、なんか歌いたい、歌ってほしい曲とかありますかね。え、でも どうしよう、うん、夏曲がいいかな、やっぱり夏だから夏曲歌おうかな。カラオケ、あ、 B さんいいです。夏のサンズグッド、おー、いいですね、やっぱ夏、おー、どうしようかな。あ、もうポニーシュ、ポニーテルシ、いいですね。うん、ポニーテルシマがここか。え、どうしよう、そうね。聞こえない？嘘、あれ、聞こえなくなっちゃった。あ、早送りから、あ、夏っぽい。真夏のサンズつぶやきながら、 B さん歌おうかな。じゃあ、あ、聞こえてる、よかった、聞こえ、 B さん、あ、夏の前、あ、夏の前に歌えない。 B さんをまずじゃあ歌いたいと思います。あるかな、 B さんで
B さんは、あ、出てきた。あ、来た来た。ございます。夏っぽい、夏感じた、本当に涼しいな、なんか夏だ。
ね、最近カラオケとかもね全然行ってないからね、行きたいですね。ビー、そう、両手バージョンもね最近覚えたので、そう、なこさんの初めのフィンガーのやつもできると思う。で、これができないんだよね。え？いきます。ちょっとね、綺麗に。ドゥ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 。ちょっと。ドゥ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 ですね。難しいですこれ、覚えるのね苦戦しました。できてるかな。難しいけどね、練習しました。スイカベイビーとかある？え、スイカベイビーあるのかな。あれめっちゃ可愛いよね、夏っぽい。しかもスイカベイビー、え、調べてみようか。歌えるかな。でも歌えるか分かんない。2番とかわかんないかも。ちょっと調べてみよう。あ、なかった。あ、あれ？あった？ベイビーってカタカナ？あ、違う。スイカベイビー。あった。ありました。で、これ歌おう。歌えるかな。ちょっと歌えなかったらごめんなさい。歌えないかもしれない、あんまり歌ったことないけど。お、来ました。
嬉しい歌えて。ちょっとねもうちょっと練習しようかな。じゃあいいですね。夏って感じがします。楽しいこの曲ね、踊りたくなっちゃう。いいですね。じゃあ次何歌おっかな。いろいろあるよね、夏曲いっぱいあるもんね。どうしよう、ちょっとちょこちょこ見てみよう。はい、なぎさで一番。どうしよう。あ、さよならクロールね、私もね好きですよ。めっちゃミュージックビデオめっちゃ好き、めっちゃ可愛い。歌えるかわかんない、歌えるかな。可愛いよね、あのミュージックビデオとかいろいろ見てました。あ、ポニーテールとシュシュ、え、踊れるかな。ポニーテール、なんかね去年のあの制服の目公演の時のあの、あ、なんだっけ、夏祭り公演でね多分ポニーテールとシュシュ披露したんですけど、まあ結構昔だからねもう覚えてないかも。夏の前いいね、夏の前歌えるかな、ちょっと調べてみる。ないかな、あ、なかった。ポニーテールとシュシュにしようかな。あ、出てきた。めっちゃいいですよね、夏の前カラオケなかった。よし、いきます。どうだ、
今日ポニーテールもね、後で、あ、でも今度ポニーテールしようかな。いいですね、夏。あ、早っ。いいですね。次でラストくらい？今何時だろう。あ、52分、あれ？あと1曲だ。最強ツインテール。ああ、いいですね。僕の好きな最強ツ、え、どうしよう。待って。そうだね。あと1曲ですね。あと1曲歌おうかな。やっぱ HKT の曲がいいかな。最後だから。どうしよう。うち、花、ああ、打ち上げ花火が、ラララララ。あれね、浴衣で踊ってるやつですよね。そうね。悲しいね、打ち上げ花火は悲しいね、でででででで、そうですね、早くれ早くれにしよっかな。じゃあじゃあ皆さんコールお願いしますね。早送りを、あ、間違えた、ね、やっぱりこの曲はね大好きです、私も。お、来ました。さあ、せーの。ご視聴ありがとうございました。
だか強くなって袖をまくったんだけ、肌が焼けるの。この街を脱出したら砂浜で見つめていたい。夕暮れだやってくるまで。でも、それんだ。どんで水に着替えるのかな。でも誰にも見せたくないよ。もうあれ、それんだ。あれさあ、ありがとうございます。皆さんのおかげありがとう、楽しかった。じゃランキング読ませていただきますいきます。13位たくみさん、ありがとうございます。12位とももさん、ありがとうございます。11位じいじりんもんさん、ありがとうございます。10位つおさん、ありがとうございます。9位あたりさん、ありがとうございます。8位フルさん、ありがとうございます。7位アスカさん、ありがとうございます。6位あゆさん、ありがとうございます。5位ケイタロウさん、ありがとうございます。4位タラフクさん、ありがとうございます。3位ソウさん、ありがとうございます。2位オミさん、ありがとうございます。そして1位はダイジさん、ありがとうございますね、コラボ配信の後に、ね、カラオケ配信やったんですけどね、サレンダーね、すごい初知りでした。確かにもう言われてみ、あーでもね、ずっとカレンダーって歌っちゃったじゃん。すごい歌詞のね勉強になりますねね、カラオケ配信もこれからやりたいですね、いろいろね。カレンちゃんともねコラボ配信したいし